皆さん、こんにちは。カスターマリですえ。ダンスビーズは、ダンスを仕事にしている人、そしてしていきたい人のためのポッドキャストです。で今日はえ、あなたはアップデートしていますかというあのタイトルですね。で、えー、私と、えー、東京ビズスの徳山さんが、えー、日頃をアップデートしていることについてお話ししていきたいと思います。はい。それでは、なずみちゃん、よろしくお願いします。 よろしくお願いしますはい。はい、えっと、一応そういうお題で、夏海ちゃんも考えてきてくださいというふうにお願いしたんですけど、はい。じゃあ、えー、と私からあのお話しさせていただいてもいいですかはい、お願いします。はい。はい、えっと、そうですね、私はというと、まあ、先月の、まあ、イタリアの出張、そして、まあ、最近ね、うん まあ、オーストラリアとかあとシンガポールでしょ、はいはい、あとフランスとね、うん、まあほんにねもう毎週のようにリモートミーティングをする回数がね最近増えてるのね、うん、はいなんだけどその中で私の英語のボキャブラリーがね <laughs> これはなんとかしないとこのままではやばいというふうに思って、はい、最近はもう一度またね本当に 初心に戻って、うんうん、このもう本当に今更なんだけど今更というかこれ一生やんなきゃいけないことだなと思ってるんだけど、はい、あのアップデートとということで勉強してるのまあ、まあ、なずみちゃんも知ってのと、うん、まり私は割とこう商談というと、まあ、熱意でいくタイプではあるんだけれども、うんはい、正直ねもうね今のままだとちょ本当に限界を感じてるのね。うん というのも、うん、まあ前は、うん、まあ展示会とかまあミーティングというと、うん、こう私の方からね、はい、質問することが多かったの。はい、ところが最近は、はい、なんか質問されるのよいろいろ。うんそう、はい、だからそうなのよだから前は本当に投げかけて向こうが話すのを「ふん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 」って聞いててるだけでよかったんだけど。うんうん 最近はその逆のパターンがなんか増えてきたのね。うん。で、あとこう、まあアメリカに住んでるので、はい。まあこの日常会話っていうのは慣れてるんだけど、うん。他の国の英語となるとね、はい。まあこう発音の言い回しがまあ違っていたりとか、うんうん、うん。あとはこう、まあ、そうね、発音でしょあと言い回しがちょっと重複しちゃった。うん。うんうん、違っていたり。で、うんで なので、まあ、これはね、英語のアップデートもね、まあ、私必要だなっていうふうに思ったわけなのね。はい。で、あと、まあ、他にはというと、うん、まあ、これはできる限りになるんだけど、うん、まあ、いろいろな、まあ、ツールのアップデートですね。はい。ね。うん、まあ、でもこれもね、まあ、マイナーアップデートを含めると、うん、まあ、本当に頻繁に、こう、お知らせが来るじゃない 本当にで,、うん、そ,うでその都度その都度日々日々そのタスクもあるわけだしできないんだけどすぐに対応は。うんうん、でもね、まあ、あのあの先方も先方で多分そういう人が私みたいな人がきっと大変だと思うから、うんまあ、絶対にアクションが必要というふうにこう書かれていなければね書かれていない限りは放置しないようにしています。うん アプリともそうだし、そうね、まああの、いろいろ、まあまあ、アプリが多いかな、まあ、でも、まあ、使ってる、こう例えばあの、えーと、サイトで使っていて、アプリを導入していて、うん、そのアップデートがあって、うんうん、こういう新しい機能がね、はいあの、使えるようになりましたよ、お知らせとか、ねうん、多いですよね。うん そうそうまあ、うん、私に私のアップデートしてることっていうのはそんなことなんだけれども、うん、夏美ちゃそうですねまあ、うん、ななんだろうな今もうこの年になってくると、うん、新しいことを取り入れるのって、うんうん、もう何て言うかもうすでにメモリーがいっぱいすぎるじゃないですか。 いいろろもうなんかこう染みついた習慣とか、うん、なんでああすごい新しい情報あるなと思ってもすぐに取り入れられるかっていうとすっと入ってこれないっていうことを感じ始めてるんですよ最近ね,うん、うん、ね。なのでまあ欲張らずに一日一個何か新しい発見とかがあってうん、うん、それを取り入れるように。 何かもう本当に小さなことでも一個変えていくってことをしようかなって心がけていて。うんうんうん、おおなるほど。うん、で、最近、例えば散歩とかしているときに、うんうん、こう、なんだろうな、背筋を伸ばすっていうことを、無意識、なんか意識してこなかったなと思って。 やっぱり人間の運動不足もあるんだけど運動の基本は歩くことだからうそこでこう胸を張るっていうことをすごく意識して歩いてみようかなとかそういうちっちゃな本当にアップデートはなんか日々していてであの今話題の石井久美子さんの本が出たんですよ。うん、あなんかちょっとちらっと見たわ。そ,そ,それをねうん、うん うん、買ったわけですお、ねおうん、で昨日ちょうど届いて、うん、でそこで、まあ、胸椎進展っていうことにもすごく興味があって、えーあうんまあ、あの腰椎の上に胸椎っていう,こう背骨があってその上に頸椎ですよっていうことなんだけどうん、うん、の胸椎ってことにスポット当ててるっていうことも面白いなと思ったり。 うんうん、でこれあのバレエやるうんぬんじゃなくて普通の人でもねっていう話あのことなんですけど本当寝るだけなんですけど昨日ちょっとやってみたら10分寝るだけ10分は寝られなかった3分ぐらいしか、えー、やっぱり、うん、固まってるんだなってことを実感して、うん、そう時々こう家で勘ブレしてみようと思うんだけどあれって思うぐらい後ろにそれないわけですよもはや。 だからよっぽど本当にだからまあアップデートというか気づきですよねまず。くなってるなとでまあ絶対に年を取っていったら確実に約束されていることが前かがみになって、ね、背中丸くなる、うん、背中固くなるってことはもう確実なわけなのであと何年生きるかわからないけどやっぱ背筋を伸ばすっていい言葉だなと思って。 うんうん、で、でそこにちょっと今はあのー、ここ最近は背筋を伸ばすって言いななんかいい聞かせてたりしますね。なるほど。はい。これを聞いていらっしゃる、うん、まあそのダンス関係者の皆様っていうのはどんなアップロデースされてるんでしょうね。うん そうですね、まあ、例えばレッスン一つとっても昨日はここがうまくいかなかったから、うん、今日はこうしてみようとかってことは日々やってると思うんですよ常に何かで今日の天気だったりうん、うん、最近この日ちょっと足首の調子悪いなじゃあこここう変えてみようとかっていうなんかこういう,もう試行錯誤というのは確実に皆さんされてると思うんですよね何にも考えプロであればね。 よくもっと頭使ってレッスンしなさいって言われてたりする子も例えばいますけどでもまあプロっていうのはその自分の体に向き合ってたりっていうことで言うとやっぱり日々アップデートダンサーの皆さんっていうのはされてるんだろうなと思うんですよね、うん、何かしら。うん、先生方っていううののはどうなのかしら先生たちもその生徒にこうやったら伝わったとか伝わらなかったとか。 そういういいことは繰り返されてるんじゃないですかね、うん、でどうやって伝えたらその子生徒に響くのかとかそういうことに日々頭を使ってらっしゃるのかなっていうことは思いますね。なんかね、うん、例えば、うん、まあ昔私がもう、まあ、本当大昔なんだけど、うん、こう他の あのいくつかのバレエ団とこう、うん、合同でやる合同のそういうなんか公演みたいなのっていうのはあったのね。であと、まあ、あの海外からいらした先生の、まあ、でもそれは割と生徒向け、うん、先生向けというよりも。で私こうまあ,あの、まあ、とてもビジネスのうまいアメリカにいて、うん、<laughs> どんな業種のね ね、でその中でそのダンスの業界というと、うんうん、先生に先生のためのワークショップっていうのが結構いくつかあるわけよ。うん、そうですねあのローザンヌの,、うん、あの主催の先生たちの,あのなんだっけワークショップっていうのも結構、うん、今もうやってないんですけど今、うん、やってんのかな札幌の森で。 ああなんか聞いたことある、うん、で私も2000年ぐらいに1回受けたことあったりしたんですけどそれ1回こっきりでもうその後もうバレーからちょっと離れてしまったので何もしてはいないんだけどこ、うん、の時でも私の受けてたクラスでも340人ぐらいでその解剖学,学学んだりっていうクラスはありましたね。うん、そううううなのねうんうん、うん だから私もその,まあその仕事の関係でね別にそのワークショップに参加っていうんじゃなくってあのまあ何回か行ったことがあるんだけれどもまあ大体すごいホテルとかを借りるわけよ。ホテルのまあアメリカの例えばラスベガスとかまあ大きいとこね大きいとこだといわゆるその バンケットルームっていうのかしらね、うん、そういうのがいくつかあって、うん、でそこで、まあ、こういうあのタイムテーブルがあって、うん、でもバレエだけじゃなくて、うんまあ、いろんなダンスの,、うん、あのワークショップになっていて、うん、本当に先生のための、うん、だから何をだからその,そのワークショップ全体のワークショップに申し込めば、うん、何のクラス でも受けてもいいっていう風になってるわけ放題なんですね。さ、そこがそうそうそう。ビュッフェスタイルというかアメリカ的ですね。これとこれとこれって決めないっていうか。うんうん、決めないで、だからうん、うん、すごいね見ててね、うんうん、あとあの次は何時に始まっちゃうとかで先生たちもこうやって急いで次のそのあのバンケットルームに移動されてたのがとても印象的だったんだけど、だからそういうところに。 割とその,あのブランドの人たちも来たりとかしてなるほど、ね、そこでそうあのダンス用品を販売したりとかうん多分日本でいうとそういうことやってるのってコンクール会場になっじゃないかなって思うのね。かね確かにあの私いろいろな業界もこう例えばカメラ業界とかでいうと、まあ、2月にすごい展示会があるわけですよ。うんうん 横浜パシフィコとかまああとなんかなんとかエキスポみたいな、うん、そういうのがダンスエキスポみたいのって日本はないかなフィコとかはあるけどね例えばねないのかなないかなそこまでの人もいないのかな、うん、うんだから割と何ていうのか縦社会というか横のつながり で割と希薄なんじゃないかなっていう感じがするのね。それはコンクールになっていうことになるんでしょうね、今で言うと、そうですよね、うんうん、コンクール、今、日本だと100ぐらいやってるみたいなん、ねうんうん、なんか昔、その日本バレエ協会の公演とか、今もあるのかな、うんうん、で、多分違うバレエ団同士でと、あっ,あった、あった。 まあそれが NHK バレエの共演とか、そういうことになってるんですかね、うん、違うバレエ団同士でこで、やっぱり違う文化というか、風土を持った団体同士が出会うのは、すごくいい刺うん、うん、なると思うし、ねそ,のまあ、そういうのは全部、今、夏実ちゃんが話してくれたようなのは、全部そのあの、ダンサー向けじゃない、生徒向けじゃない。 先生に先生対象じゃないじゃない、うん、先生そうですね。まあ小さな先生向けのワークショップみたいなもよく見かけます。けれどね大きなエキスポのまでのっていうのはないのかな、うん、あるのかな何がいいってね。はから私はまあ見てて、うんうん、すっごくその、だから、交流してるのよ先生たちが。確かに。 まあアメリカあそこは世界中からやっぱり人集まってるんですかねアメリカだと、うん。だってイタリアのこの間のイベントもそうだったし。国も違うっていう、まああまあ、例えばあとアメリカだと西海岸と東海岸ってやっぱりとてつもなく、うん、まあ時差があるぐらいですから、うん、まあなんていうか生徒を取り合うっていうことにはならないじゃないですか。なんか,なんかこう冷静に うん、あ,そあなたのところはそうなのねで住むかもしれないけど日本ってい,い,いかんせん土地が狭いから、うん、同じ駅に何個もバレー教室あるみたいな世界とかってなるとなんか囲い込みたくなるというか、うん、のがあるまあそう考える先生もいると思うんですよね。でもねこ、うん、こういうあの、まあ、あのこういやって あのダンス用品販売のこともそうなんだけど結局のところ、うん、選ぶのはお客様じゃないそうですね、うん、だからその結局のところ選ぶのは生徒じゃないそうですねまあだからほんとご,ご縁もあ,るしありますしねそう最終的にはそこだから、うん、あの なうん、なんかもう少しね横のつながりを持った方がいいんじゃないかなっていうふうに私は感じる時がある。まそうですね例えば今、ま、バレエが日本に入ってきました、ね、それこそもう何個かしかバレエ教室がなかった時代とは違って、うん、それこそそうだな,な私たち世代ですかねの時はまだポツポツバレエ教室の時代だから、うん、その時に一緒にやってた世代が。 今みんなバレエスタジオそれぞれが個人で持ってたりするわけじゃないですか、うん。そうなると横のつながりはまあ同じバレエのところ出身ということでつながってたりとか、あ,あと同じバレエ団出身でまあ東京バレエ団にいましたっていう人がこう各地で自分たちでやってるってなるとやっぱり横のつながりはそういうつながりはあるのかもしれないですよね、うん。うん まあでもそれでもやっぱ文化が狭いですよね同じバレエ団とかでもまあ海外帰りの方々もいっぱいいらっしゃるからねそうそうそううんだからまあそういう意味でも先生たちそういうところアップデートされるといいんじゃないかなっていうふうに今日のこういうテーマとしてね思いましたまあまあねまあ何と言ってもまあこう オンラインでも今学べるわけなんだけどダンスもね。本当にね。うん。うん、でもやっぱり対面っていうのは最強なんで。最強ですよ。そう,うそうそう。本当そう思う。ね。うん、うん。まあだからそんなまあ情報もね、はい、今後こちらのポッドキャストで紹介していけたらなというふうに思っています。うん、はい。はい。まあそんなところでじゃあいいでしょうか。はい。はい、はいじゃ。じゃあ今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。 ありがとうございました。はい、また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。